はい、IMS、よろしくお願いいたします。いやー、藤井八冠ちょっとすごすぎますね。八冠取っただけではなく、なんと歴代最高勝率記録の更新まで見えてきました。今季成績28勝5敗、8割4分8厘ということで、ほとんどトップ棋士としか当たっていないのに、この成績はちょっとすごすぎます。中原先生の持つ8割5分5厘というのは、中原先生の新人時代に打ち立てた記録なので、そこまでトップ棋士と当たっていなかったという数字ですね。藤井八冠はほぼトップ棋士と当たって記録更新しそうということで、本当に鳥肌の立つような強さでございます。ということで、直近の対局予定を見た後は、その記録達成条件についてじっくり見ていきたいと思います。まず11月の放送がなくなりましたので、 NHK 杯戦は12月の放送になると思われます。相手は久保九段となりました。そして来年の1月頃、朝日杯決勝トーナメント、藤井八冠はベスト16から登場でございます。そして11月2日木曜日、勝てば決勝トーナメント進出となります、銀河戦 H ブロック決勝、羽生九段戦。そして羽生九段に勝っていれば、11月30日ですね、斎藤五段との決勝トーナメント1回戦が行われるという形になりました。もし斎藤五段に勝っていれば、また12月に放送が行われるということですね。そして11月10日と11日、金曜日と土曜日は、竜王戦第4局。今のところ3勝0敗で来てますので、これに勝てば防衛となります。この場合は、11月27、28の第5局、12月6日、7日の第6局、13、14の第7局、こちらがなくなるという形になります。そして11月19日、日曜日、JT 杯決勝、渡辺九段対糸谷八段戦の勝者と戦います。ということで、藤井八冠が記録を更新するための条件を見ていきたいと思います。現在28勝5敗の藤井八冠は、48勝8敗、42勝7敗、もしくは41勝6敗の成績を残せば記録更新となりますので、簡単に言うと、数字だけ見ると残り20勝3敗、14勝2敗、13勝1敗以上、このうちいずれかを記録できれば更新ということになります。ちなみに、グランドスラムプラスすべて防衛であれば49勝となります。藤井八冠は、竜王の防衛戦、王将の防衛戦、そして棋王の防衛戦、この3つが控えておりまして、さらに NHK、朝日、銀河、GT という一般棋戦4つですね。こちらが残っておりますので、ここで果たしてどれぐらいの成績を残せば記録達成できるのか、ちょっとシミュレーション軽くやってみました。例えば、グランドスラムプラスタイトル戦3敗以内と。これであれば48勝8敗、49勝8敗になりますんで、これであれば満たすということになります。まあ、かなり厳しい数字にはなりますが、まあ、そもそも2年連続グランドスラムというのが本当に奇跡みたいな数字になるんで、かなり厳しいとは思いますが、今の藤井八冠だったらいけるかもしれないと、まあ、それぐらいの勢いを感じますね。ちなみに、2年連続グランドスラムを達成できる確率というのが、手元の計算で12%から13%となっております。現実的なのがこちらでしょうか。2期戦優勝プラスタイトル戦全部ストレート防衛と。これでも、まあ、14勝2敗以上という記録が生まれますので、まあ、こちらで更新するという可能性もありそうです。ただやっぱり、そうですね、タイトル戦全てストレート防衛っていうのが、一番勢いのある挑戦者たちが来るので、まあ、簡単にはいかないと思いますね。これも厳しい条件になってくると思います。ということで、いずれにしても、グランドスラム&3敗以内か、もしくは今季2敗以内という、かなりハードルの高い記録が求められてきますが、果たして藤井八冠、どこまで歴代最高勝率記録に迫れるのか、そちらも注目でございます。ということで、その対戦相手見ていきたいと思います。GT はまず藤井八冠は、次、11月3日に行われます渡辺糸谷戦の勝者と対戦しまして、11月19日に決勝戦ですね。果たして2年連続 JT 杯優勝なるかどうか注目です。そして銀河戦は、藤井八冠対羽生九段戦の勝者が斎藤五段と11月30日に対戦するということが決まりました。対戦というか放送ですね。収録はすでに終わっておりますが、放送されるのが11月30日となります。立ち上がりますと、西川六段対千田七段戦の勝者と対戦しまして、そこで勝つと、豊島九段のいるブロックの勝者と対戦ということになります。そしてそこで勝ちますと、
決勝で当たりそうなのが、やっぱり永瀬九段とか、伊藤匠七段とか、渡辺九段とか、森内九段とか、丸山九段とか、本当にそうそうたるメンツが揃っておりますので、決して簡単には連覇できないカードだと思いますが、果たして連覇なるかどうか注目ですね。で、NHK 杯戦、こちら藤井八冠今、久保九段と当たる3回戦のところまで来ております。果たして久保九段に勝つと、次は稲葉八段対伊藤匠七段戦の勝者と当たるという形になりまして、そこで勝てば次は永瀬九段対羽生九段戦の勝者対菅井八段対中村八段か広瀬八段戦の勝者との対戦という形になってくるわけですね。こちらも非常に厳しいブロックではございますが、果たして決勝にたどり着けるかどうか、2年連続、優勝なるかどうか注目でございます。ちなみに羽生九段の NHK4 連覇というのが最高記録になってますが、藤井八冠がどこまで迫れるのか、そちらも注目ですね。ということで、決勝戦の相手候補といいますか、NHK 杯戦 B ブロック、こちらも見ていきたいと思います。佐々木八段対小森五段、渡辺九段対向田九段対天彦九段戦の勝者、そして斉藤八段対増田康光戦の勝者、また谷川十七世名人対八代七段戦と、こういったカードが組まれております。A ブロックはやはり永瀬羽生戦という屈指の好カードが組まれておりますので、この勝者が藤井八冠と当たる可能性高いんじゃないかなと個人的には予想しております。続きまして朝日杯見ていきたいと思います。西山女流四冠が女性として初めて朝日杯の一次予選を勝ち抜きまして、見事に二次予選進出を決めました。1回戦の相手は安光九段ということで非常に厳しい相手ですが、果たして羽生世代のスーパースターを勝ち抜いて決勝に行けるか注目ですね。決勝に行ければ次は遠山六段対阿久津八段戦の勝者と対戦となります。そして続きまして E ブロック、こちらは羽生九段対岡部四段で、阿部七段対近藤七段という組み合わせになりました。羽生九段は、フレッシュな岡部四段を倒して決勝に行けるかどうか、この辺も注目でございます。ということで、二次予選ちょっとこちらに、細かいんですが、ずらっとまとめさせていただきました。A 組と B 組ですね。こちら今申し上げていきましたんで、B 組、天彦九段対戸辺七段、高見七段対鈴木九段、この4人の中の誰かと。そして C 組は、結城八段対野月八段、中村六段対中村太一八段ですね。中村対決になりました。D 組が、森内九段対及川七段、八代七段対広瀬八段、F 組が谷川十七世名人対大石七段、長沼八段対久保九段というカードになってます。G 組が菅井八段対黒田五段、富田四段対斉藤八段、H 組が稲葉八段対森本四段、井田四段対山崎八段という形になりました。それぞれの組のブロックの優勝者が4人のうちの1人が決勝トーナメント進出ができるというところですね。藤井八冠は、この勝ち抜いた人たちの誰かと当たるという形になっております。1回戦で藤井羽生戦が行われるという可能性も十分あります。ということで、続きまして連勝勝率ランキング見ていきます。藤井八冠が現在8連勝中となっております。佐々木七段の15連勝まであと7連勝となりますが、果たしてタイトル戦や厳しい一般棋戦を勝ち抜いて15連勝までたどり着けるかどうか注目ですね。15連勝まで行くと本当に歴代最高の中原十六世名人の記録がはっきりと見えてくるという形になります。藤井八冠現在勝率堂々の1位、個人記録まで狙える位置になりました。2位が八代七段8割1分5厘、こちらも素晴らしい記録で、3位が藤本渚四段8割0分6厘、25勝6敗という形になっております。上位3人が8割を超える非常にレベルの高い争いとなっておりますが、最終的に1位になるのが誰か注目ですね。続きまして王将リーグ見ていきたいと思います。こちらは渡辺九段対羽生九段戦の結果、渡辺九段の4連敗となりまして、これで早々と渡辺九段陥落となってしまいました。前期も1勝5敗と振るいませんでしたので、ちょっと王将リーグと相性が良くないというところでしょうか。で、結城八段が現在1勝3敗で苦しんでおります。で、今挑戦争いは永瀬九段が3勝0敗、羽生九段が3勝2敗、近藤七段、そして菅井八段が2勝1敗となっておりまして、永瀬九段の残りの対戦相手は羽生九段、今のところ対戦成績15勝6敗、後手番です。で、近藤七段戦は5勝3敗、先手番、
結城八段戦は5勝1敗先手番ということで、永瀬九段極めて有利な状況となりました。羽生九段としては最終戦永瀬九段に勝って、4勝2敗で終えてキャンセル待ちというところですね。そして近藤七段は残り永瀬、渡辺、菅井戦全部負け越しの相手ではありますが、まあ、どこまで星を伸ばせるか注目です。そして菅井八段ですね、10勝10敗の豊島九段戦、そして3勝3敗の勇気八段戦、3勝0敗の近藤七段戦を残しております。今のところ永瀬九段がかなり有利な状況にはなりましたが、果たして一体誰が挑戦するのか注目でございます。ということで続きまして棋王戦見ていきます。こちらもベスト4がいよいよ出揃いかけているというところですね。広瀬八段対伊藤匠七段の準決勝が決まっておりまして、また準決勝もう一つ本田六段対豊島佐々木戦の勝者という形になっております。本田六段といえばデビューして初めて参加した棋王戦でいきなり渡辺棋王に挑戦したという経験を持っておりまして、棋王戦とは相性抜群となっております。果たして一体誰が藤井棋王に挑戦するのか注目でございます。続きまして叡王戦見ていきます。こちらちょっと見づらいんですけれども、C ブロック8段予選、見事に松尾8段が勝ち抜きまして、早々と決勝トーナメント進出を決めております。叡王戦の C ブロックでは、豊島九段対鈴木九段、羽生九段対島九段という準決勝になりました。この中の4名が決勝トーナメント進出という形になっております。ということで、ブロック通過者が決まり次第、また続報していきたいと思います。続きまして、A 級順位戦。こちらは、豊島九段が4勝0敗、永瀬九段との対決を制して、全勝でかなり挑戦に向けて有利な状況となりました。豊島九段に敗れた永瀬九段は2勝2敗と、星2つの差を開けられる苦しい展開になりました。菅井八段が3勝1敗で追っております。ということで、2敗勢が5人、そして3敗勢が3人ということで、残留争い大混戦になっております。広瀬八段、稲葉八段、天彦九段という実力者が1勝3敗で苦しむということで、本当に A 級の恐ろしさを目の当たりにさせられるような展開になりました。初参加の勇気八段と、太地八段、この2人は2勝2敗ということで、十分残留も狙えそう、また挑戦も狙えそうな位置につけております。今のところ豊島九段が極めて有利ではございますが、最終戦の豊島菅井戦というカードも、見逃せませんね。果たして誰が藤井名人に挑戦するのか注目でございます。続きまして B1、 こちらは増田七段が6勝1敗、そして新婚の千田七段が5勝2敗ということで好調となっております。今のところこの2人が昇級圏内ではございますが、糸谷八段も4勝2敗、順位がいいため、自力昇級圏内となっています。やはり11月30日の糸谷千田戦、この直接対決、そして8回戦、11月9日、千田増田戦ですね。この辺が大注目となってきます。羽生九段は4勝3敗と少し苦しくなりましたが、まだ十分、千田戦や糸谷戦も残っておりますので、十分昇級の可能性残しているというところですね。横山七段と木村九段は非常に苦しい状況になりました。今のところ高級化率が 95% を超えてきてしまっているという状況でございます。そうなると高級のもう一枠という話になってきますが、今のところ近藤七段がなんと高級候補として見られていた近藤七段が高級圏内に入ってくるということで、 B 級1組大混戦でございます。誰が昇級して誰が残留するのか、その辺も注目ですね。もちろん横山七段や木村九段もここから残り全て勝つか、もしくは5勝1敗ぐらいでいけば十分残留できるということで、まだまだ目が離せない戦いになっていきそうです。続きまして B 級2組見ていきます。戸辺七段が唯一の5連勝となりました。そして谷川十七世名人、藤井猛九段戦は谷川十七世名人が勝ちまして、これで4勝1敗で両者並んでおります。今のところこの3人が昇級圏内、ただし大石七段、深浦九段、そして石井六段、この3人も4勝1敗となっておりますので、果たして、どうなっていくか注目でございます。まだ村山八段や高見七段も、順位がいいので、補給の可能性十分残しているというとこですね。果たして一体どの3名が上がるのか、目が離せない戦いが続きそうです。続きまして C 級1組。
こちらは都成七段、服部六段、そして古賀五段が5勝0敗と全勝をキープとなりました。昇級枠3つですので、今のところこの3人が昇級圏内ですが、服部六段と古賀五段は昇級したばかりで順位が悪いので、1敗すると抜かれてしまう、そんな状況になっています。また2敗で順位が1位の伊藤匠七段も虎視眈々と逆転昇級を狙うという形になりました。伊藤七段は斎藤五段の全勝を止めております。残り全勝でいけば8勝2敗で、十分逆転のチャンスも出てきそうというところですね。ということで続きまして C 級2組見ていきたいと思います。なんと C 級2組5名の全勝者がいたんですが、そのうちの3名が黒星を喫しまして、この結果、佐々木大地七段が昇級圏内に浮上してまいりました。果たして、今期こそ佐々木七段、D1 昇級なるかどうか注目ですね。また、高級点2つの佐藤五段が5勝0敗、そして、文田四段が5勝0敗と、そういう形になっております。福田四段や梶浦七段、そしてこの辺りの4勝1敗勢がずらーっと揃ってますんで、藤本四段まで含めて、まだまだ誰が昇級するか全くわからないという戦いが続いております。ということで、続きまして、サントリー将棋オールスター東西対抗戦2023ですが、こちら、東軍のメンバー、そして西軍のメンバー、すべて確定となりました。改めて見ていきたいと思います。まず、東軍が羽生九段、渡辺九段、永瀬九段がファン投票で選ばれまして、予選からの勝ち抜きが青嶋六段、野月八段、そして増田康宏七段となりました。西軍が藤井八冠、豊島九段、菅井八段、山崎八段、稲葉八段、久保九段ということで、全員が B 級2組以上、A 級棋士もずらっと揃っておりまして、やっぱりちょっと西軍の方が A 級棋士4名ということで、非常に強そうな感じはしますが、東軍もスーパースターが勢ぞろいしてますんで、あと増田七段ですね。永瀬九段のアベマトーナメントでの相棒として知られます、現在 B 級1組6勝1敗の増田七段も参加しておりますので、本当に実力が拮抗しておりまして、どちらが勝つかわからない展開になっていきそうです。続きまして、女流タイトル棋戦概要を見ていきたいと思います。女流名人戦リーグ、いよいよ次回が最終戦ですが、ここまで内山女流が6勝2敗、里見女流が5勝2敗、そして鈴木女流が4勝3敗、そして最終戦に里見鈴木戦があるということで、まだまだ誰が挑戦するかわからない状況となっております。そして、女流王座戦ですね。こちら、里見王座が1勝0敗と加藤挑戦者をリード。第2局は11月10日に行われます。そして倉敷藤花戦は西山女流4冠対里見倉敷藤花の戦いとなりますが、第1局は11月7日に行われます。そして白玲戦ですね。大熱戦の末、西山白玲が4勝3敗フルセットで里見白玲から奪取しまして、これで西山4冠対里見4冠という4冠で分け合う形になりました。果たして今後の女流棋界、この2人に割って入る人がいるのかどうか注目ですね。そして三段リーグは初参加の中学生、角崎三段が2勝0敗となりました。このまま勝ち抜いて中学生棋士になれるかどうか注目ですね。前回惜しくも昇段を逃した山下三段は1勝1敗スタートとなりました。ということで、また中三段が現在2勝0敗ということで、次の女性棋士に向けて、幸先のいいスタートとなりました。果たして一体誰が五段をつかみ取るのか注目でございます。続きまして、直近の注目対局見ていきたいと思います。11月1日水曜日、竜王戦2組、昇級決定戦、勝った方が1組昇級、斎藤八段対佐々木八段戦、そして11月2日棋王戦決勝トーナメント、豊島九段対佐々木大地七段戦、勝った方がベスト4となります。そして棋聖戦の2次予選、羽生九段対中村太地八段戦、銀河戦 H ブロック決勝、藤井八冠対羽生九段戦が放送されます。11月3日金曜日は王将リーグ、永瀬九段対近藤七段戦、GT 杯準決勝、渡辺九段対糸谷八段戦、11月4日土曜日、横川青流戦第1局、藤本四段対吉池三段、11月5日は、その決着局ですね、行われるという形になります。また NHK 杯戦は郷田九段対天彦九段戦が放送されます。11月7日火曜日、倉敷藤花戦第1局、里見倉敷藤花対西山女流4冠同士の戦いとなります。
で、また C1 順位戦の一斉対局、そして王将リーグ、豊島九段対菅井八段戦が行われます。ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ってくれた方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。